そういう意味では決定機を全てこう決めているような印象ですよね。黒川です。サイドからジェバリー、いいタッチ、ミドルレンジ、ミドル、ガンバは前線鈴木武蔵、おそらく負傷交代、そこにジェバリが入りました。なんか谷がビッグセーブしたという印象は全く前半ないですからね。ジェバリー、そうなんです。中にはファンガラーノ、ジェバリールーズボール、ハンダくる、強い、強引に行きます。今の一撃っていうのは必要でしょうね。そうするとよりやっぱりゲームは楽になりますからね。カメテファンガラーの黒川、まあ、ジェバリと宇佐美がちょっと怪我をしてましたが、このジェバリが先列式で、宇佐美も、まあ、絶対で当たっちゃったボールが長い。大戸勇気、ジバリー打てません。ミドルシュート、高い位置で取る。ジバリー前でファンガラーノ、決めてなきゃいけない。そういう意味ではポジショニング、体の向きっていうのは非常に重要ですけど、それがやっぱりできる選手ですよね。常にパスが来たらですね、まあ、今日の試合に関して言うと、ね、タラビが使えなかったってことあるにしてもね。ファンガラーの振ります。ファンガラーのは常にジェバリを見てます。山本勇気、ダワン、いやジェバリが呼んでいます。間を使う、反転をして山本勇気、後ろダワン、黒川、ネタラビ、松本、前を向く、ジェバリー、ダワン、ジェバリー打てない、折り返し、いやもう見事ですね、今のプレーね。山本由紀、ジェバリーブロックをする、あの反転ターン、石原裕香です。あっとこれはルーズになった。ジェバリー引きつける、横のファンガラードの上がりを待ちます。そこを使いながら後ろからハンダリク、あーちょっと遅れました。90分までは1対0リードしてました。そうなんですよね。そういう意味では3点。ダワン、山本、ジェバリー、あとハンド、 PK、 ペナルティーキック、あーっと吹かしてしまいました。ゲーマークロス中、まあ、オロスは昨シーズンいっぱいでガンバを退団しました、まあ、横浜 FC 山口と渡り歩いてきた中盤のプレイヤーです。やっぱり少し、ね、受ける時間が長いですから ね少し押し返したい。足元ジバリー、網でブロックしながらシュート、ファンガラードからのラストパス、体を生かしました。